おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。はい。今日はですね、やってまいりました。楽しみにしておりました。はい、りさちゃん対翔太さん。マッチプレー対決です。いやもうこの話いた時私本当はゴルフ入ってたんですよ。おゴルフ入ってたんですか？入ってたんですけど、はい、いやちょっとこのお二人の対決やっぱ目の前で見たいと思って。はい、ちょっとね、お友達には悪いんですけれども、見つけさせてもらってはい、撮影隊に来ました。お今日は私とゆっこで2人でカメラを持って撮影、実況して2人とも多分距離的には同じくらいなのかな大体と思うんで、2人がどういうなんか試合をしていくのか採決をね、楽しみです。ワクワクしてました。今日はですね、コースは太平洋港南コースですね。今のところまだ静かですけれども、今日は強風注意報が出ているそうなので、お二人が風の中でのプレーどうするのか楽しみにしてます風を吹け風を吹け、やめておいて、寒いからやめて、それはうちらも寒いからね、ちょっとねグローブないとね手冷たいわ。ということで早速行ってきたいと思います。はい。はい、りさちゃん。おはようございます。おはようございます。ついにやってまいりました。はい。翔太さんとのマッチプレー対決。今日の。はい。意気込みは。意気込みですね。やるからには。うん。勝ちたい。まあね。そうですよね。翔太さんって追い込まれた時メンタルがすごい強いじゃないですか。入れてくるよね。それについてどう思います？いやもうね、入れてくるから絶対、ここっていう時もう入れてくるっていう感覚で見てます。もうこれは外すだろうっていう感覚じゃ見ないようにして。なるほどね。それを考えて計算して戦うっていう感じで、なるほどね。ミスを喜ばないじゃないけど、期待しないじゃないけど、そういう自分にかかってるぞぐらいの。なるほど、メンタルでね。王者ですよ。そうですね。言うても確かに王者です。言うても王者だから、気合い入れていかないといけませんね。そうですね。今日ははい。また練習します。練習とかちょっとしたんですか？練習はねしてません。してない。なんか本当にいつも通りで行こうと思って。なるほどね。朝も練習せず。うん。用意どんで。用意どんで。行きたいと思います。じゃあもうぶっつけ本番的な感じで。あ、もうね弱気になったらダメ。はい。マジで強いから。そうだね。分かってるから。楽しみですね。この何かと戦う感じ。頑張ってください。パター練習してください。早いです。思ったより。なるほど。このマルマンのクラブ。持ち主といえば翔太さんですおはようございます、はい、これからパター練習に向かいます、はい、やはり今日も安定のクラブの方の練習はされてないんですか？やってきましたやっぱり寒くて最近練習量というか、もうコースに出る回数が全くないっていうほどなので、はい、もしかして今年初打ちですか？私は2度目。あ、2回目だ。2回目。体が硬いと思うので、今日はちょっと久しぶりに練習してきました。お、めったにないです。はい。はい。嵐の前の静けさという感じですか。おお。まあまあ早そうです。今日の意気込みというか。どんなプレーをしたいかお願いします。このコースが初めてで、知り合いにどんなコースか聞いてみたら、ちょっとフッカーには厳しい。おお、なるほど。なので、あんまりドライバーをブンブン振り回さないように、方向を調節していきたいと思います。りさちゃんはショートゲームが得意、上手だって言ってるので、ね、この前のみほちゃんはドライバーです。りさちゃんはショートゲームがそうですねって聞いてて、私は何かにこう秀でているものがないので。翔太さんメンタルですよ。追い込まれないとね、メンタル。そこが強みですよね。淡々とでも大胆かつ繊細に思います。わかりました。今日頑張ってください。お願いします。みさちゃんから。みさちゃんからになりました。寒いね。凍ってる。うん。凍ってます。ボールキャラを使います。はい。ちょい右ドッグですね。ほんのり。高いね。何それ。貝が入ってて。うちの母の手作りです。嘘。すごい。お願いします。寒い。お願いします。ナイスショット。ナイス。まっすぐ。まっすぐです。安定。お願いします。お願いします。左のバンカー入るまで大体。左手前のちっちゃい方で220で。最初からちょっとフッカー泣かせの子。そうですね。私は右の木の上から回していきます。おお。ナイスショー。ナイスショー。宣言通り。完璧。ナイスです。いかんせん寒い。そうだね。あのモコモコの尻尾みたいな可愛い。力入ってました。なるほど。どんな感じなんでしょうか。塩田さんと回るのは早まぶりだから。まあ普通にラウンドじゃないよねあれって。そうだね。マッチだから、マッチ？ダブルスか。ダブルスだったから全然なんか飛距離とかもどんな感じなのかなって、とりあえず最初は探って、そうですね、どんな感じのゴルフスタイルなのかを見たいなと思います。確かに頑張ってください。はい、今も完全に狙い通りです。今はねうまくいってくれました、うん。やっぱりなんか最初からもう右に木が、ですね、左にバンカーがあって、そう話に聞いた通りだなって、完全にこう左にバンカーがありました。右ドッグレッグはどうしてもこうハザードの方に打っていかなきゃいけないので、そうですよね、とても思い切りが、しかもそれがこの寒さの朝一ってなんで、ちょっと今実はドキドキしてました。ドキドキされてたんですね。はい、次はセカンドでーす。グリーンが凍ってないといいね。ですね。あ、でもなんか日当たってる。ね、ね、グリーンは。まだポカポカ。ですな。はい、残り170ヤードぐらいですかね。うん。さすが、はい、落ち着いてますね。なんといいですね、出だし落ち着いてますね。なんとなく案外探って、自分のスイングを探ってる今。なるほどね、うん、グリーンの奥が下ってるっていうから、ピン奥なんですけどセンターぐらいに打ちました。さすが、軽々と170ヤード、はい、サクッと乗せちゃっちゃうところがね、乗せちゃっちゃうところがね、乗せちゃっちゃうところがね。ピンの位置が真ん中より10ヤード奥で、真ん中からちょっと下っているみたいなので、なるほど、もう朝一はやっぱりちょっと下りに乗せちゃうと、行っちゃうのかな。ですね。135、はい。だいたい130切るぐらいで、はい。出てみます。はい。ナイスショー。おー、止まる。かな、ちょっと傾斜になっちゃったかもしれない、ね、ですね。でも距離的にはバッチリそうですね。ね、乗ってました。近いんじゃないですか。よかったです。さあこんな感じで2人ともバッチリグリーンを捉えております。だいぶ距離残って下りです。今日のグリーンは 9.5 フィートです。うん、結構切れましたね。なんか入れどころ外しどころな、入りそうな下り一辺倒だけど、はい、うん、ちょっとグリーンで、はい、でも傾斜に乗ると早かったので、はい、なるほど、合わせてだと思います。もっとね、探りすぎたね。はい。スパー切れなかったー。またやってしまった。探りちょっとね、下りのパットを残してしまったのがなぜかですね。たまにこういうこともやってしまうので、たまに、はい、焦らず最初の方にはね、先が長いのでちょっとまさかすぎて逆に動揺する。そうだね、それはあるね。まさかすぎて、うん、私もまさかすぎて声が出ないね、なかなか。まあ、こういうのメンタルですね。こういうのも踏まえて、はい。フットボール終わったばっかりなんで、そうですね。油断禁物。はい。奥のこのバンカーは200ヤードぐらいで入っちゃうそうです。でも。りさちゃんはドライバー持っています。うん。おお。ナイス。曲がらないね。いいキック。いいキックしましたよ。3ウッドで、塩田さんは3ウッドです。おお、ナイスショー、ナイスボール。乗れそうだな。ナイス。なんなのゆっこ。漏れそうポーズです。なんなの。そういう不甲斐やめてほしい。今日一のゆっこだね。今日一のゆっこです。塩田さんのボールはギリギリバンカーに入っていませんでした。さすがコースマネージメントです。本当ね、137のマイナス6、はい、なので130ぐらい、130ぐらいです。はい、でちょっと風がフォローです。そうです、ちょっとフォロー、はい。危なかったね、危なかったですね。グリーンがやっぱりアドレナリンでちょっと飛ぶんだね、冬でもね。なるほど。おー、ナイス。ちょっと左に行きました。はい、大丈夫です。125ヤードらしいです。はい。9番で打ちます。はい。完璧だったよ今。リサちゃん、ナイス。完璧でしたね。今は良かったね。いやー、めっちゃもう打った瞬間からピン刺してましたね。打った瞬間から刺してた。瞬間に刺してた。刺した。もう瞬間に刺した。ふざけてます。おお。チャンス。かわいい。暑いね。大丈夫です。ここはつもりで。はい。マッチプレーだから。そうですね。はい、二段、これすごい、グリーンが形が。縦に。すごい。縦に。塩田さん。これは入れるつもりで打つそうです。アプローチ。おお。ありそうだった。危ねえ。危ねえ。ナイスパーです。リサさん、あ、二人喋ってるよ。様子見です。リサちゃん、好調ですね。リサちゃんは今安定で2アップです。ですね。リサさん、何ヤードですか？145の。はい。風がアゲンストってですね。145ちょい上げ。ピンはなんか手前に見える。手前だと思う。手前です。さあ、ここは取っていきたいですか。ちょっと2回2つ連続で取られてるので、せめてイーブンでちょっとこの負の流れを止めたいと思います。方向にまっすぐ。キャー、バーディーチャンス。ピンに刺さってるけど。ねえ。ねえ、嫌な感じですね。リサちゃん、はい、マスクの下にやついてんじゃないですか。いや、なんかね。調子いい。いい感じに絡みますね。今日ね。ちょっと。風が。ちょっと吹いてます。上げがちょっと吹いてきました。ナイス。止まって、止まって。おお、止まった。ちょっと左。寄せましょう。はい。さすがにやっぱり。硬いね。硬いです。なんか何なんだろう。やっぱりパターとアプローチがうまいけども、ショットもとても正確なので、そうですね。今日あんま曲がってないですね。リサちゃん曲がる時あるの？私1回リンボルフォーブンで1回2回一緒に回った時、曲げてる時もありました。あ、そうなんだ。はい。でも、あ、距離はもうバッチリですね。縦距離は。さっきからね、合ってるんだけど、ね、ちょっと微妙なズレがあります。はい。どっちかっていうと、左にちょっと。そうですね。っている感じです。持ち玉が。はい。では、寄せられるように。はい。います。頑張ってください。おー、止まれ。ナイスタッチです。クリアかな。ナイスアプローチです。ありがとう。ナイスパーでーす。嬉しいです。いつもより時間私かけてる気がする。実は今のすごく大きいパットでした。なぜかこう2つ取られてるから、今のね外しちゃうと自分もまたこう負のスパイラルにあんまり外しちゃったっていうのと、3つ連続で取られると。相手をマッチプレーの場合は乗せてしまうっていうのもあったし、相手の気分を乗せちゃうっていうのも、調子悪いなって思って、今ちょっとストップがそうかかりました。とっても大きいパットでしたですね。安心してます。よかった。本当にパターで気持ちって変わりますよね。すごい変わります。ショットよりもパターの方がメンタルはもろに出ると思います。よかった。よかった。ナイスパーです。ありがとう。リサちゃんがグローブを貸してくれました。無防備すぎて。優しいリサさん。ち。冬だけど心はレインボーだぜ。苦笑い。心は気持ちはな。でもそれやるの？やる。全然暖かい。暖かい。あ、暖かいからつけてるの？暖かいし、まあ紫外線も同時に。それつけてるとリップがつかないよね、肩に。それね。うん。上にね。そう、私もね、こうついた。落ちない。食器用洗剤つけるといいよ。あ、そうなの？なるほど。上位とかさ。ああ。そうそうそう。油。なるほど。食器洗剤つけて揉んで洗って洗濯機ドン。あ、すごい。女性ゴルファーにはいいぞ。いける。なるほど。いいこと聞きましたよ、女性ゴルファーの皆様。リップがついても食器用の洗剤で落ちます。ファンデーション落ちます。よっしゃ。いいこと聞いた。